私たちはリアルとデジタルの力を融合しながら新たな駅の在り方を追求しています。今回は地方が抱える3つの課題への取り組みをご紹介します。時間と場所にとらわれない新しい働き方の定着を目的とし、首都圏や地方部で全国600箇所を超えるシェアオフィスを設置、ワーケーションの浸透拡大、移動の活性化による交流人口の拡大にも貢献していきます。駅ホーム上に対面に加えオンラインでも診療を受けられる遠隔診療所を開設、治療の選択肢の少ない地方に遠隔診療を拡大し、地方と首都圏の医療格差の解決を目指します。駅を活用したリアルとオンラインのハイブリッド型の JRE ステーションカレッジを開校、地域の課題解決を先導する次世代のリーダーを育成していきます。新潟県燕三条駅では地域の技術や人々をエリアや世代を超えてつなぐハブとなる拠点を展開、今後も仕事、医療、教育をはじめ様々な地域課題の解決に積極的に取り組んでいきます。